ロシアにもしいたらデモに出れないよね罰金とかあと前3日間とかあ,あ今の時代に戦争があるって信じられないねうそうなんかもうショックすぎて自分の国は正しくないことを今やってるからはい皆さんどうもこんにちはアシアですあサシャですサシャ3人目のサシャ <laughs> 新しいサシャが動画に来てくれました この方はですね、私と同じタタル人なんですよねはい、そうですうん新しいタタル人の友達ができて非常に嬉しいんですけど、うん、反戦デモで知り合ったんですよタタル人がその戦争反対みたいなねプラカードを持って、うん、あのデモに行ったらこんな素敵な女性がいたので思わず声かけちゃいましたで、そこから仲良くなって今ではもう一緒に デモに行く友達ですねなんていうデモ友みたいな <laughs> <友>って言ったらいいのかなうん。で彼女もすごいデモに結構ほとんど毎回行きますねはいもう毎週毎週デモに行っててそのデモに行く思いとかについて、まあ、同じタタル人としてちょっといろいろお話ししたいのとその一応ロシア出身なので。 そちらの、そちらにいるご家族だとか友人の話とかもいろいろ話してもらったので動画でもそれを聞きたいと思いました。あと、日本以外もね、イギリスに生活してた経験があって、うん、それはどうだったのか、タタル人だけど、まあロシア人としてどういう扱いがあったのかとか聞きたいと思います。よろしくお願いします。ます <laughs> えっと、じゃあ、まずタタル人っていうのはね、 皆さんご存知の方もいると思うんですけどロシアの中に民族がたくさんあって190以上の民族があってその中のロシア人の次に多い2番目に多いタタル人です。うん、そうですよね、うん、そうですでなんかタタル人とかも一度ロシアだけではなくてやっぱりいろんな国とかにもいるし<う>あとなんかクライミアとかも一度なんかまあタタル人の民族人も多くて遊牧民だからね 中央アジアから東ヨーロッパまで、うん、ブルガリアもねなんか関係してるらしいしちょっといろいろと複雑なんだけどまあロシア人でいながらロシア人だけどタタル人っていう,うん、うん、ちょっと普通のロシア人と文化の背景も違ったりしますね結構違うと思う私例えば、うん、私だとあのロシアの昔話は全くわからない人です本当全くえーだからあのロシアのババヤガとか 私実は日本に来る前に知らなかった。え、嘘なんでタタール、タタルスタン共和国で育てられたのね。そうそうそう。だから、そこは多分違う。そう、子供の頃には、そのタタールの、まあそういう昔話の、プロレスとか。そう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 。それも面白いね。そう。だから、結構、そういうところでもなんか違うなって、まあ感じたとき。 うん、あと最近2人ですごい話したのはあれねなんか多分今イースターなんだけどそのロシア正教、まあ、カトリックも多分イースター全部な,な,なんかちょっと違う気がする、うん、なんか一瞬まあ違うか,なん,かなんかよくわからないそこまでよくわからないのと、うん、あのロシア人はそのイースターになんか挨拶みたいなあるんだけど、うん だからロシア人に「そのフィストスワスクリエス」とかって言われてもなんか返し方があるんだけどそれも分かんなくてなんか困ってるみたいな、まあ、困ってるっていうか今そんな困ってないんだけど「なんかイスターっていつ?」ってこの間ね聞いたのね私に。<laughs> え今日だっけみたいな知らないってもう人の友達のストーリーだけ見てえもしかして今日かなみたいな。だからそういうい意味であの まあ、タタル人はロシア人と宗教が違うのがあるしまあ自分なんかはもう本当に無宗教なのでなおさらわからないしまあ話すと長いからあれなんだけど <laughs> そうあの簡単に説明するとまあもともとタタル人は、まあ、いろんな神々いたと思うけど <laughs> えと、まあ、イスラム教ではあるんですけどイスラム教とはいってもすごい。 厳しいとかじゃなくて結構ライトなバージョンって言ったらいいのかな結構みんなまだ余裕はあるって感じかな、うん、で、その反戦デモに出る思いとしてそれはどうして出ようと思ったんですかそしてどうして毎回出続けるんですか、うん、まあ一度戦争が始まった時からなんかまあちょっとすごいなんかショックが起きてなんかいやもう本当に始まるの、うん、みたいなうんうんなんかもう本当にそれって戦争今、うん 今の時代に戦争があるって信じられなない、ね、うそうなんかもうショックすぎて、うん、で私だと結構あのウクライナに友達がいるから、うん、もう、うん、連絡取ってる時に、うん、もうなんかもっとショックを受けてなんか、うん、なんで今友達が安全感を感じてないとかどうして友達が急になんか家を出なくちゃいけないとかなんかすごく友達の涙とかを見てそのなんだろう まその辛さを見ていや自分でなんかもう普通に家にいるのは辛くてなんか普通に仕事とか勉強するのはもうできなくていやもう出ないといけないなって感じてで、うん、自分でも結構あのロシアのロシアを出たのは結構もう数年前だからもう何年前だっけ日本に来てどれぐらい日本は4年<ー>日本は4年なんだけど、はい、あとイギリスも4年まあじゃあ8年ぐらいもうん、まあ8年ぐらいロシアを出て あんまりそういう政治的な考え方がなんか最初はあんまりなかったっていうより考えたくなかったただ自分の幸せの人生を作れりた方だけなんだけど、うん、でも今その自分のちょっと無責任感めっちゃ感じた興味だけ絶対持たなくちゃいけないんじゃないかなってすごいちょっとそう,そう,そう感じたああそういう人多いかもしれないね多分ロシアの中でも若い人の中でも今まで特にあんまり気にしなかったけど まあこういう時はもうなんかちゃんと自分の意見をやっぱり出さなくちゃいけないなってすごいそれ感じてなんか一回そのデモに、まあ、参加するなんかも,もちろんめちゃくちゃ緊張してたんだけどでも一回出て、まあ、みんな同じような考え方を持ってる人とちょっと、まあ、少しずつつながってまあこれは正しいんじゃないかなって、うん、戦争終わるまでやりたいなって思ってる。うん って感じかな、まあ、この前もねロシア人がえと日本に住むロシア人が戦争反対のデモだとか、うんまあ、そういったところにメディアが来てくれて話聞いてくれるのもそれを発信するのも大事かなって思ったし<う>自分の考え方とか自分はやはり、まあ、一人のロシア人としてもっと政治に興味を持って意見を言い続ければならないかなってね。 でだからそういうところも私はまあロシア人だけではなくてもうほにタタール人としても出たいなんか私たちの共和国から私の、うん、私たちの民族人たちから意見を出したいなってすごく感じた、うんうん、それはやはりあのロシアにもしいたらデモにそうなんかそうロシアで出るのはやっぱりなかなか難しくて私の友達の中にも結構、まあ、実は出てる人がいるんですよ そしてもちろん拘束されてるし、まあうん、罰金とか、うん、罰金とかあと前3日間とか<あ>、うん、収容されるみたいなとか大変なもあったしで今はもうこれはちょっと限界だなっていう友達もいるしもうじゃあロシア出ようっていう、うん、まあ最近言っ、うん、てる友達もいる。うん まあ、みんなできるだけ頑張ってるんだけどでも最近やっぱりちょっとまた悪化されたから、うん、やっぱり出るのはだんだん辛くなってきたし、うん、私も多分今ロシアにいたら出るかどうかまあ出たいって言いたいんだけどうん危険が大きいからねやっぱり自分の人生も守りたいし今、うん、んだろう怖いしで、うん、特に家族とかももしロシアにとかいたらそれもうん。うん 自分のの家族の責任感もあるから勝手にいいいろろできないね、うん、そうそうそうロシアにいる友達でもまあ日本にいる友達でもロシア人で多くの人に意見聞くのは確かにこの子供私たち子供世代って言ったらその自分の両親ぐらいの世代のえっとまあ50代60代だったりする方々だともう政府が正しいと思い込んじゃってるとかああのまあ戦争 戦争はよくないと思ってても政府のやってることを支持し,してるんだとかあとはソ連、まあ、生まれ育ちだと、うん、欧米とか西側諸国はロシアを潰そう、うん。 と知ってるからこうやって経済制裁とかが起きてるんだとかって思い込んでるんだけど最初、うん、の場合はなんかあそうご両親の考え方は違うよね。そう,そう、それは全然違うし、うん、まあ両親はお父さんは一度今76歳と<え>はいお母さんがえっ、ー、と67うんで。 で両方は一度、まあ、それの育ち方っていう感じで、うん、ただもちろんそ,のそれの時の辛さが覚えてるし、うん、でそれは全然やっぱり正しくなかった辛かっったた、うん、例えばお店の中に食べ物とか服とか何もなかったっていうまだ思いが残ってるからこそ今のことは絶対正しくないって、うん、まあ分かってるし。 うん、で今は両親たちはもうあのロシアからを引っ越して今ラトビアにいるんですけど同然、うん、して戦争が始まったからもうお父さんがなんかもういや今の状況がこれからもっと悪化されるしでこういうことをやってる国に住みたくないって言われて、うん、その年ですごいね、うん、なかなか元々はそういう 計画がなかったんだけどね、うん、なんかやっぱりずっとロシアにいたいし親戚みんなもロシアにいるから他の私の兄弟たちも全部みんなロシアに住んでるし、うん、なんかこうやって出ようって、うん、うーん決めるのなかなか難しいからでもやっぱり無理だなって、うん、もう日こそそれしかない。都市関係なく もう考え方一つで、うん、年配の方でもロシアを離れる方がいるんだって私もあんまり知らなかったね。うんまあ、でも珍しい方かな。か珍しいと思う。うん、そうそうそう。やっぱり言語壁とかもあるし、うん、これから、うん、いやでもなんかいろいろ心配してたんだけど、なんかそういう例えばなんかもうロシア人としてまあロシアの国籍の人としてやっぱり他の国に移動するのはいいのかなみたいな。うん なんか差別されるのかなとか<ー>なんかやっぱりもう年上だからなんかまあもしかしたら暴力とかまでされたらなんかどうしようみたいな、うん、なんかそういう心配でもあったんだけどいやそれでも自分の国は正しくないことを今やってるからそれを全然サポートしない自分の声出したい、うん、だから出ないといけないって感じ。うん、なかなかすごいねまあでもそうなんだ、ね、ラトビアとかだったらまあ元ソ連でロシア語でもまあ生活はできるかな。 ぐらいそうでもないんできるけどでも最近やっぱりもうロシア語喋りたくないっていう人が増えたしうん、うん、確かに、うん、これを受けていや戦争が始まったから結構増えたって聞いたことあるんだけど、うん、そうもう本当にこの2ヶ月間だけでも結構、うん、いやもうすみませんなんかもうロシア語喋りませんみたいな感じであ<ー>、うん、でもそれもなんかちょっと一度、うん、分かる感情的にはちょっと分かるかな うん、いやでもそうイギリスに住んで何かこういったロシア人だから、うん、ま差別と言いますか何かありましたあそ、ね、あ結構あと特に、まあ、そういう空港だけでも、まあ、私のパスポートを見た途端に、うん、もうなんか笑顔なしでなんかえ「どうしてイギリスに来たんですか?ってか」てかすごいなんかいっぱい質問されるし、うん、まあそれは何か一つとか。 イギリスっていうのもなんでそういう背景があるかっていうとあれだねロシアの殺人未遂があったよねそそそそううううあそこそうあったね結構大きいんか事件がそうめっちゃ大きいスキャンダルになってだからイギリスはロシア人にすごく警戒う やっぱりイギリス人ってなんかもうプライドが高いんじゃないかななんか自分の国でこういうことが起きたのってまあ確かにやっぱりなんかショックだねそうそうそうあと一度2018年にあのクライミアのことが起きた時その時は私ちょうどカルジュにいたんだけどすごくどこにいたカルジュのなんかめっちゃちっちゃい町やったんだけどキャンタルベリー っていう街だったんだけど、うん、あそこはクレジットカードがもしロシアの銀行からだったら「うん、あすみませんここは使えません」ってあの店員さん言ってくれたそれ結構多かったんだよそうみんなロシア人がもうなんか現金をおろすのはもちろん全然大丈夫だったんだけどただカードは使えませんって。 それはなんか経済制裁じゃなくてそれは個人個人がロシアの銀行のカードをちょっと自分のお店で受け付けたくないっていうだけそれに無関係のロシア人としてはちょっと悲しい気持ちにもなるねそれも私聞いたんだけどでも最近はこの、えー、と戦争の件があってからちょっと違,違うらしくて今のイギリスの首相そのボリス・ジョンソンソとかあと イギリスのメディアも今はこのロシアの政府とロシアの国民って違うから差別をあのやめましょうってすごいあの呼びかけてるらしくてだからま,あまだ残ってるかもしれない逆に今までいっぱいあったからまだあるかもしれないけど一応その政府の方針としてもそういった呼びかけがあるのでそれだけでもねありがたいねって思う。 日本はそういう意味で差別はあんまりないんだけどうん、うん、ま私はね、ユーチューバーであの活動してる中でもちろんコメントで全部いただくんですね多分い、まあ、わば日本に住むロシア人のちょっと代表者みたいな部分にもなっちゃってるからうん、うん、まあその分仕方ないと思うけど逆にサーシャはあの日本に住んで何か差別というかロシア人だから何か言われたとかっていうことは。うんうん なかったな、あんまり…普通に生活してるとそうそうそう、全然普通に。うん。もし何人ですかって聞かれた時に、ロシア人っていうの本当に辛いね。辛いっていうか、言えない。絶対言わない。うん。え、なんていう絶対タタル人ですよ。あ、そういう時助かった。タタル人。そしたらタタル人。 っなするっちゃ説明いや、なんかめっちゃ説明するしなんカタル人って「えな何それカタルカタルカタルあ、カタル?るるあ」違いますカタルみたいななんか説明するのはちょっと面倒くさいんだけどやっぱり知らない人が多くて「<ー>で、なんか共和国」って言ったら「うん、えみたいな「たたしさん共和国から来ました」って言って「なんかロシア人ですか?」って聞くと「いや違いますロシア国籍だけどカタール人です」 そうかうん、私結構なんかタタール人としてなんか多分プライド高い人かな、うんてめちゃくちゃちょっと出したい実はタタール語は喋れないんだけどだってもうまあタタールの中でもやっぱりロシア語をみんな使ってるしうん、うん、で学校とかだったら、まあ、大体ロシア学校だったしうん、うん、とかとそういうのもあったから。 私はちょっとそういうなんだろうタタール人のプライドを出したい、うん、自分の民族をちょっと見せたいタタール語喋れる自分と同じ世代の人私いわば知らないんだけどね <laughs>、うん、少ない、ね、多分両親ぐらいの世代までは喋れるけど、うん、この世代は本当喋れないから、うん、まあ仕方ないんだけどまあ今までもねタタール人っていうのはありますよって言ってたけどまあこういう時こそまあタタール人は戦争反対 っていう、そう,そういうねそういう考え方も、ね、ち,ょちょっとやっぱりロシア人と文化違うから別で見てもらえればそれもちょっと嬉しいかなまあ、そのの責任の話もすごいい難しいよねなんかその連帯責任を考えてる人もいるしみんな個人の責任っていうのはあるそれぞれ。 でね、私はどっちかっていうと個人の責任だと思うんだけどでもそういうことをあまり言っちゃうとすごい反発されるからまああんまり言えないねっていう部分もあるね。あなるほどまあ、個人的な責任は持たなくちゃいけないなって思ってるんだけど、まあ、ただなんだろうなんかやっぱりロシア国政権の人としてただ正しいことをやらなくちゃいけない。 ただいいいいことことれからやらやななくゃけそ,うだ、ね、それは何か、まあ、戦争が終わるには何かしら動力だったりとかウクライナの方の支援だったりとかね今もサシャもねまさにやってらっしゃるみたいで私も手伝うことがあれば手伝いたいと思いますしそういうのは。 そういうのばっかりはまあ別に何人だからとかじゃなくて、うん、人間としてそうただと思、はいますみんないい人になりたいし、うん、多分皆さんそういうふうにちょっと言いたいことを伝わったかな少しは、うん、ねえあのどうしても私この話題について友達としゃべったの初めてかもしれないねあ,あったきっかけかもしれないかもしれない、ねうん、そうだねだからすごいその政治の話だったりそのメディアの話とか まあ、タタル人ならではの話 <laughs> <laughs> すごいそれで仲良くなったなと思って、ね、その、うん、いわば反戦デモに出ることによってちょっと友達が増えるのもそう,そういう同じ考え方をする人たちとのつながりって大事だなって改めて思いましたうん、うん、引き続きねまた動画また皆さんも見たければ最初もまた <laughs> また動画に来てくれれば、まあ、またデモの時も、うん、あのまた撮ると思うので。うん はい、今日見てくれてありがとうございましたありがとうございますはい、パカパカ,、うんパカ